前のうちに返して今今日は持ってきました。それではおはようございます。おはようございます。はい、子ども脱被爆裁判第4回口頭弁論の集会を始めたいと思います。それでは初めに共同代表の片岡照美さんよりご挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。近くから遠くから遠くからの方の方が多いと思うんですけれども、また足を運んでいただきましてありがとうございます。今日第4回目の口頭弁論を迎えることになりました。まあ、一つ大きな動きがあるかもしれない、裁判の日になります。そのようなことも合わせまして、普段よりは長いプログラムを組んでみました。ぜひ最後までご参加いただいて、お互いの意見を交換し、そしてこの裁判をどのように私たちが進めているかまで話し合っていきたいというふうに思っております。では、でも何にせよ今日はお天気が良くて、なかなか私たちの口頭弁論っていつも吹雪だとか良くなかったんですよね。ところが今日は非常に天気が良い、でも風は冷たいというところなんですが、最初皆さんのお手元にお渡ししたプログラムの中に、天気が良ければ支援者たちも一緒に地裁に移動してというふうにありますので、そのようなプログラムにしていきたいというふうに思います。皆さんの声を聞かせていただきながら裁判を進めていきたいと思います。今日初めてこの場所においでになった方もいらっしゃいます。ようこそおいでくださってありがとうございました。では、今日の1日のプログラムを始めます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。拍手ありがとうございます。はい、それでは原告を代表いたしまして、武藤めぐみより、ご挨拶を申し上げます。原告代表として一言ご挨拶申し上げます。まず本日は県内をはじめ全国各地から裁判支援にお集まりいただき、心より感謝申し上げます。原告にとりましては、皆様方のご支援、このようなご支援が心強くもあり勇気づけられます。本当にありがとうございます。本日もこれまでの口頭弁論と同様に、原告2人が意見陳述をの際、原告の顔をしっかりと見ない裁判官、被告代理人などがいました。私はこのような原告の生の声を裁判所をはじめ被告側にはしっかりと謙虚に耳を傾けてほしいと思っています。今日の原告意見陳述の際は、裁判官、被告側代理人の表情をしっかりと確認したいと思っております。私事ではございますが、3月に、大阪に母子避難することになりました。なぜ今頃と思う方もおられるかもしれませんが、私たち家族は体の不調、避難での挫折、いじめ、家族との意見の相違、職に対する恐怖、不安に怯えた5年間でした。決して恵まれた環境ではない私たちでも、思いがあれば願いは叶うということを皆様に伝えたいと思います。県外避難により子ども裁判の原告の資格を失うため、後任を佐藤美香さんにお願いすることになりました。皆さんご存知のように美香さんには持病があります。皆さんの協力が必要不可欠となりますので、よろしくお願いいたします。皆様のご協力により、署名が6750で、そのうちネット署名が890、累計で24409、はがきが30枚、累計1560枚も集まりました。皆さんありがとうございました。それでは続きまして、弁護団の高前弁護士よりこれまでの進捗情報と本日の争点についての、ご説明をお願いいたします。それでは今日はちょっと裁判所と、いろいろあるかもしれないんですが、とりあえず今までのおさらいも含めてですね、この裁判の、今どういう形で進んでいるかというところまでお話をさせていただきたいと思います。私の方で2枚ものの簡単な用紙ペーパー配ってありますので、これを見ながら、
まず1なんですが、この裁判というのはちょっと皆さん誤解されている方はおられるかもしれませんけれども、2つの裁判を一緒に起こしているんですね。全く違う裁判を、1つの訴状で、書いているんですね。これ訴えの併合っていうんですが、便宜的にそうにやってるっていうか、本来だから本当に全然別個の裁判にしてもいいんですけども、原告が共通であるということもあって一緒の裁判をしているということになります。で、丸1として1つ目の裁判はどういうことかといいますと、これはまあ分かりやすい言葉で書いてるんですけども、子どもたちは中学3年生まで国の教育を受けなければならない、義務教育ですね、で受けなければならない義務と権利がある、国は無理やり子どもたちを教育するのだから安全な方法場所で教育するのは当然だと。また子どもたちが持っている教育の権利っていうものも当然安全な教育っていうことは前提となると。だから現在の危険な場所での教育をやめて安全な場所を、危険ではない場所で義務教育をしてくれる、こういうふうな訴えを受けています。これがいわゆる子ども人権裁判と言われているものです、ね、要するに安全な場所での教育を求めるという。安全な場所で教育を求める権利があるんだから、今危険な場所で行われているものはやめてくれる、安全な場所で教育をしてくれるという訴えです。2番目はこれ全く違う裁判で、本件事故後に責任のある国や福島県の事故発生当初の、放射線情報の不開示、具体的には事故直後からモニタリング結果とかですね、スピーディーとか、米国の調査結果で、ある一定程度の放射線情報があったにもかかわらず、それをきちっと県民に知らせなかった、県民というか国民全体に知らせなかった。それから福島県民に対する安定要素材普及指示が遅れたんではないか、それから避難指示も遅れたんではないか、それから学校再開にあたって 20ミリシーベルト基準というものを共有した、それから山下教授がいろんな、方言と書いてありますけども、いろんな発言をしてて、これが問題発言であったにもかかわらずこれを放置したということで、少なくとも原告らはその無用、本来受けなくてもよかったような被爆を受けたんではない か、あるいは受けたという不安を非常に感じていると、それによって政治的な損害が発生しているから、それに対して損害賠償請求ということで、10万円各10万円の請求をしている、これが親子裁判というやつ。これはあくまでも精神的な損害の賠償なので、これによって財産的な侵害を受けたということではなくて、あくまでも心の侵害ということの請求にとどめています。そのために金額も非常に定額なわけですけども、むしろその事故当初の国や福島県の、事故対応の方法の責任を明らかにするということが主たる目的となります。片方は、丸一の方は安全な場所で教育をさせろ、してくれということ、2番目は発生した精神的な損害に対して金銭的な賠償を求めるという2つの裁判をやっているということで、性質が異なるものを一緒にやっているものですから、裁判所も1と2の裁判所の裁判についてはそれぞれ分けた形で、事実を進行させています。で、今一番問題になっているのはこの丸1の裁判の方について、子ども人権裁判に対していわゆる門前払いの判決をするのではないかということなんです。門前払いの判決というのは正確には訴え却下の判決ということで、裁判の内容に入ることなく裁判を終了させるということなんですね。丸一の裁判の内容というのは、先ほど話した通り、現在子どもたちが危険な場所で教育を受けているのか、それかあるいはその危険な場所で教育、もう一つ前に、遡って安全な場所で教育を受ける権利というものが法律的な権利としてあるのかということ、それがあるとして、じゃあ実際に子どもたちは今安全な場所で教育を受ける機会を失っているのかということが1の裁判の、1の裁判で裁判所が判断すべき事項なんですが、そこに入る前に、子どもたちにはそういうふうな裁判を求める権利がないんだということで裁判を終了させようとしているのではないかということです。
で、これは門前払いの判決ということで、まあ、訴え、法律的には訴え却下の判決ということなんですが、こういう形で裁判所が判断をしてしまうと、この裁判はこれで終了してしまうということなんです。で、それが前回、前々回あたりから、その辺の攻防がかなり、激しくなってきているということで、今日は、そこでまた何か一歩進展があるのではないかと考えています。で、じゃあ、丸二の裁判の方はどうなっているかということなんですけども、丸二の裁判については、こういうのは門前払いの判決ということはされる恐れってないんですね。ここではもう、原告らにそういうふうな精神的な損害が発生しているのかどうかということの実態的な判断をするかどうかということで、この問題については門前払いの判決とされる恐れというのはありません。実際的には国の方で、私たちが言っているようなことをする義務があったのかどうか、きちっと放射線情報を、国民や県民に知らせる義務があったのかどうか、で義務があったとして福島県や国にはその義務違反があったのかどうか、それによって、県民が原告らが、無用な被曝を受けたのか、あるいは無用な被曝を受けたというような不安を感じているのかどうか、それを感じたとしてもそれに対して損害賠償請求をすることが適当なのかどうかという、そういうような実態判断に入るんですけども、前回まではむしろ丸一の裁判の、訴訟要件についての審理が中心となったものですから、丸二の裁判についての進行というのはそれほど進んでいないということなんですが、ただ、国の方からは国、原告らが国に対して一体どういうことをしてくれ と言っている、自己調布をどういうことをすればよかったのかということをもう少しはっきり分かりやすく言ってくれということ、そういう釈明を求めているものですから、その点に関する書面も少し出しています。そこで、それがまあ総論的なことなんですが、ちょっと次から細かなことになってちょっと分かりづらくなるんですが、じゃあ私たちは一体、危険とか安全ということについてどういうふうな基準を設けているのかということなんですが、私たちの主張で安全な場所っていうのは、この A、B、C、この3つの基準を挙げています。これは、A というのはですね、今回新たに、設けた基準です。1月16日の、これ集会があったんですが、そこでいろんな方からの意見もで、もっと厳しい基準で裁判所に対して、判断を求めるべきではないかという意見をお聞きしましたものですから、弁護団の検討しまして、A 土壌汚染レベル、これセシウム134、137、正確に言うとセシウム134、137ということなんですが、これが、土壌汚染の基準として、平米当たり1万ベクレル以下の地域で、1万ベクレル以下が安全な場所だという形で新しくこう主張を追加しています。で、 B、C っていうのはこれまで、述べたことなんですが、 B は、3万7000ベクレル平米の地域、これはチェルノブイリ法に基づいた主張で、セシウム137を対象に平米3万7000ベクレル以下の地域が安全な場所だという形にしております。それから C は当初裁判で、当初の、訴状を提起した時に出していた基準なんですけども、追加の実効線量として、これは接種も基準なんですが、0.3 ミリシーベルト以下の場所が安全な地域だという形で指定しています。で、じゃあ危険な場所というのはどこなのかというと、子どもたちが原告らが今通っている学校がある場所ということなんですが、この場所というのは全て、土壌汚染のレベルとしては、A の1万ベクレル平米を超えているということ。
で、原告こういう形で危険な場所を設定することに安全危険な場所安全な場所を設定することについては、井戸弁護団長の、から1月28日に原告団の皆様へという形でご連絡のお手紙を、出しをしているんですが、新部さんに皆さんに言ってないですね。はい、はい、そこで、これは訴えを追加することが一つ大きな、目的だったのでそこで書いてあることなんですが、今まで、この裁判で求めていたものというのはですね、この辺からちょっと話が難しくなるんですが、給付訴訟と確認訴訟という2つの訴訟だったんですね。給付訴訟っていうのは、安全な場所で、教育を受けさせろという形で、基礎自治体に対して、具体的な教育行為、教育をするということを求める裁判です。でもう一つは、安全な場所で、教育を受ける権利が子どもたちにあるんだということで、権利の確認を求める裁判です。そういう2つの裁判を求めた。で、それに対して裁判所の方がですね、安全な場所っていうことをその言葉では分かったんだけども、具体的にその安全な場所っていうのは具体的にこの場所が安全な場所っていうふうに書いて特定できるんですかっていうことを、こちらの方に問題として投げかけてきたんですね。でそれに対して、今回ですね、今回前回安全な場所について、地図というか、これはこの地図はですね、文科省がですね、平成24年の10月31日から12月28日までに第6次航空機モニタリングデータというので、データを取ったものがあるんです。でそのデータに基づいて、データに基づいて地図に落とし込んだものを、こちらの方で、作成したんですね、今回。でその地図が、かなり170何枚、160枚ぐらいの地図になるものですから、これがこのちょっと見づらいと思うんですが、こういう形で、これが全体の概要図なんですが、これが福島県とその関東近県、これをこう、分割して、危険な地域かと危険でいってない地域ですね、基準を超えてる地域と基準を超えてない地域をこう分割して表示して、地図上で、危険な地域と危険でない地域を、明示するという作業を出しました。で全部で160、今日この後井戸弁護士が持ってくる予定なんですが、部分地図は持ってくる予定なんですが、それによって安全な場所と安全でない場所をこちらとしては、特定できしてあるんだ、できたこの程度で特定できれば十分なんだという考え方で、今までの裁判で裁判所の方が指摘してきた安全な場所の範囲を特定という問題に対して答えを出しています。ただ、裁判所の方では この地図によっても特定できてないんではないかというふうに言われる可能性があるものですから、そうするとこちらが言っている安全な場所で教育を受ける権利とか安全な場所で教育を受ける対策ということに対して、そもそも安全な場所というものが特定できないからこの裁判はやっても意味がないということで門前払いの判決をしてしまう恐れがあるものですから、
今回は、そういう形で、実態判断に入らずに裁判を終わってしまうということを回避するために、一つ危険な場所で教育はするなというそういうふうな裁判を付け加えることにしました。その危険な場所っていうのはじゃあどこかっていうと、それは子どもたちが今通ってる学校なんだ、学校がある場所だということなので、それについては少なくとも場所としては特定ができるものですから、少なくともそこの場所では教育しないでほしいということに、その裁判のレベルを一つ下げれば、じゃあ危険な場所ということは、危険な場所というのはどういうことなんだということで、その範囲で少なくとも実態的な審理に入るということを考えまして、3つ目の形で、裁判の請求を追加したということになりました。それを今回、裁判所に対しては既に署名を出してあるんですが、口頭弁論で述べて裁判の追加の申し立てをすることになります。その結果、この目締めの5に書いてあるんですけども、私たちの裁判ちょっとかなり複雑ですになってるんですけども、この5のところをちょっと見ていただくとあるんですけども、類型としてはあ、い、うという3つの裁判になります。1つ目が、先ほど言った通り子どもの安全な場所で義務教育しろという作為の給付措置、給付を求める際、類型の 2番目としてはいいとして、子どもが安全な場所で義務教育を受ける権利があることを確認しろ、そういう権利があることを確認しろという確認訴訟。3つ目が無で、子どもを危険な場所で義務教育するなという、これ不作為の給付訴訟というやつなんですけども、危険な場所で給付義務教育をするなということです。で、じゃあ、あと意に関しては、その安全な場所で義務教育、あるいは安全な場所で義務教育の確認ということなので、安全な場所というのはどこかということが問題になるわけですけども、この A、B、C というものに関しては、こちらはまず A という基準が一番厳しい基準なので、A という場所で、義務教育をしようというのが、1番目の定義になります。それが次の2枚目のところを見ていただくんですけども、求めている裁判の順序というふうに書いてあるんですけども、私たちはまず A の A ですね、5条件1万ベクレル平米以下の場所で、義務教育をしようという A の A の裁判を第一的に求めています。それから2番目は、土壌汚染3万7000ベクレル以下、平米ベクレル以下か、もしくは、追加実効線量 0.3 ミリシーベルト以下の場所で、義務教育をしようという裁判を持っています。で、これがダメな場合には E に入ってきまして、確認訴訟ですね、E の A ということになるんですけども、土壌汚染が1万ベクレル平米以下の場所で、教育を受ける権利があることを確認します。もし A の基準が高すぎるということなら、少なくとも B の基準ですね、 B か C の基準で、義務教育をする権利があること、教育を受ける権利があることを確認するという意の B か C の裁判を行います。で、裁判所がこの今言った意について安全な場所ということが特定できていないという形で、もし門前払いの判決をするのであれば、少なくとも負の裁判はしろということで、最後にこの不作為の給付訴訟ということで負を求めています。ですから今丸一の親子裁判に関しては、求める裁判の内容というか順序付けがですね、1,2,3,4,5個、5つになっているんですね。それでかなり複雑になっていて、その辺のところを、前回、原告の方にはこういう形で請求を整理させていただきたいということで、お手紙を差し上げました。で、原告の方から特別なご意見と異論がなかったものですから、
請求一つ最後うの裁判を追加することとこういう順番で整理するっていう書面を裁判所に提出して今日陳述するんです。で、うの請求を追加したことに対して裁判所がどういう反応をするかというのは今のところ裁判外ではですね、裁判所から何の連絡も来ていないので、今日の法廷で結論を出すのか、あるいは少し裁判所として検討するのかということになると思うんですが、西からの、事前セッションもあるものですから、そこでそちらの方としては、今回こういうふうな裁判を追加した意図というのをですね、きちっと説明したいと思っています。そして、6番なんですけども、子ども人権裁判の争点ということなんですけども、これは主に、被告が基礎自治体の方から言ってきていることなんですけども、1番目が、安全な場所で、教育を受ける権利があるんだというその権利自体についても争っているんですが、仮にそういうような権利があるとしても、原告が言う安全基準ですね、こういうふうな基準が正しいのかどうか、で仮に正しいとして安全な場所の範囲はどうやって特定するんですかということを、言ってきているんです。これは裁判所が言ってきているのではないかと言ってきているということなんですね。で今回こういうふうな地図を作ったんですけども、この地図でもやっぱり不十分だということを言ってきています。それから危険な場所に関しては、これについてはもうはっきりと現在子どもたちが今通っている場所が危険なんですということを言っているのですから、この場所の特定に関しては特に問題というか、被告の方から特定がないということは言ってきていませんけれども、一歩前に戻って安全危険についての立証というか、何が安全で何が危険だということについて、こういうような基準を設けることが正しい、科学的に立証できるんですかということを言ってきています。で次はこれは純粋に法律論なんですけども、この私たちが求めている確認訴訟ですね、3番目4番目で求めている順位としては3番目4番目の確認訴訟については、安全な場所で教育を受ける権利があるということを裁判所が確認しただけでは問題が解決しないんじゃないかと、そんなこと言われたとしたって、じゃあ基礎自治体は何をしたらいいか分かりませんと、裁判所が子どもたちにはそういうような権利があるんだよと言われた、そう言われたとおっしゃって、じゃあ基礎自治体は何をしたらいいかということは裁判所の判決ないから全く分からないじゃないですかということで、そんな裁判は意味がないっていうことを言ってるんですけども、それに対してはこれ当初からいやそれはそのどういう形で安全な教育を実現するかということについてはそれは自治体がまず考えることなんだと、とにかく、安全な場所で教育を受ける権利があるんだということを裁判所が確認したらば、その確認された権利に基づいて所自治体が具体的な権利の実現方法を、行政裁量として、考えて実行していくだけのことに過ぎないんですということで言っています。で、こういうふうなことを言ってきたもんですから、私たち当初私たちはこういう形で、安全な場所で教育を受ける権利の確認の訴訟だけ求めてたんですね。なぜかというと、こういう形で裁判所の方から、権利の確認がされたらば、じゃあ基礎自治体がどういうところでその教育をしたらいいのかということについては、まさにそれは政治折衝じゃないですけども、当事者の原告、いわゆる、市民県民とですね、自治体とがこう共同で考えながら、どういう場所でどういうことをやるということを政治的にこう実現していくということが一番柔軟にできるかと思って確認の訴訟だけ起こしたんですけれども、基礎自治体の方がこういうことを言ってきたものですから、そうであればそれより上の次元で、教育を受ける権利があるということが、安全な場所で教育を受ける権利があるということに加えて、安全な場所で教育せよという急訴訟まで求めたというのが、この訴訟の流れになるんですけども、この辺はちょっと法律的なところなので、それほど皆さんの方で
考えらしくないかなと思うんですが、でそれから、あとは、この矢印がついているのはですね、ここまでがどっちかっていうと、述べられる問題がさっきの矢印かというと、被告の方で門前払いの判決を求めるために主張していることなんですね。だからこの主張のどれかが認められると子ども人権裁判は門前払いの判決がされるということなんですね。でここの問題がクリアされると今度は実態審理といって実際に、危険か安全かということの、論争が裁判所で行われることになるんですけども、それに対しては被告の方では一応すでに防御的に主張してまして、大体追っていることは同じなんですけども、私たちが言っている今の通学場所で危険であるということは科学的に立証されているのですかということです。それから原告らが言う安全な場所ですね、これもこの基準というのも科学的に立証されているんですか、ちょっと違うんじゃないですかということです。それともう一つは子どもたちにはそもそも安全な場所で教育を受ける権利ということが法的な権利として、国は認め、国というか立法されているのですかということを言ってきています。まあ実態、もし門前払いの判決が避けられて実際に裁判の内容に入った場合にはまさにこの3点が大きな争点になるんですが、さらに一番大きな争点というのはやっぱり安全危険ということの論争になっています。これは科学的な立証というか裁判上の立証というのは科学的な立証と違うということが言われていまして、科学的に立証されていないから全て原告が負けるということではないんですけども、私たちとしてはとにかくその矢印から下のところに入るために今なんとかいろんな議論というか請求の立て方をしているということです。それから、それが子ども人権裁判で親子裁判の争点についてはですね、先ほど言った通りそんなにまだ具体的なところに入っていないんですが、こちらが言っている情報の不開示とかですね、避難義務、避難義務というかそうですね、避難指示の遅れとか、安定要素材供給の遅れ等々について、そもそも国や県にそういう義務があったのかどうかということから国や県は争ってますので、これ、一般の道義上の義務があったとしても法的な義務がないと損害賠償を取るのではいかないものですから、そこはきちっと主張をしなくちゃいけないということになっていますが、一応今回の書面ではその点について補充して、説明をしています。で仮にそれが存在したとして、国に対してそういうふうな義務の不履行ですねあったのかということについても述べてまして、県の方はですねこれちょっとすごい、書面なんですが、かなり今回その点に関して踏み込んだ主張をしてきてまして、県はそもそも国がやってることを、ほとんど国に責任があって、県っていうのはその国がやってることを単に伝達するに過ぎないぐらい その役割しかなかったんだと、県が独自に判断して何かやるっていうことはなかったんだと、だから国がやらない以上県がやらないのは当たり前だみたいな形で、県には独自にその県民に対して例えば放射線情報を、今放射線がどういう形放射性物質がどういう形でこう拡散しているかとかですね、原発施設からこう漏れているかということを、県が独自に県民に知らせるような義務はなかったし、それはその安定要素材の供給指示についても全部同じなんだと、県としては国の指示に従ってやっていればいいんであって、今回国の指示が不十分だったかもしれないし、国の指示があったとしてもそれが十分にこちらに届かなかったかもしれないけども、それをもって福島県の責任というのはおかしいんじゃないかというところで、かなりこの辺は本当に、県民が聞いたらかなりショッキングな内容の書面になってまして、今後かなりこの親子裁判については
訴えの却下ということはありませんので、この部分については裁判所で、福島県の主張が妥当かどうかということが争われることとなりますので、今後そこについての審議というのはかなり注目というか、力点が置かれるのではないかと思います。そんなところなんですが、今日はおそらく、この親子裁判の方についてですね、原告の方で申し立て、追加して申し立てた3、あ、い、うのうですね、子ども危険な場所で急に教育をするなということも含めて、裁判所がこの問題について、踏み込んで裁判を続けていくのかどうかについて、裁判所が一定の結論を出すのではないかと思っております。以上です。それでは質疑をお受けしたいと思います。質問のある方、はい。一番大きな問題はですね、当然の今のお話でも安全と危険の線引きが争点だとおっしゃいました。でそれはですね、非常に大きな危惧を感じます。と言いますのは、放射能放射線には安全と危険の線引きはないんです。忌まわしき ICRT ですかね、1960年から放射線に安全というものはないと。だから社会的、経済的にどこまで我慢できるかを考えるんだということで、基準というのは決めてるんです。来たんです、はい。そこは一番その政府とか原発のマフィアの一番苦労するところなんです。ICRP がそういう基準を決めたこと。考え方、基準というか根本ですね。根本を決めた。でその根本を外したいんです、彼らはね。そうしたところが、この住民訴訟の弁護団の先生がですね、自ら安全と危険の線引きをしましょうって言い出しちゃったんですよ、今日お話聞いて。これは今までなかったことなんです。その今まで誰も踏み出してないね、危うい一線をですね、踏み出そう。しかもこれは門前払いに抵抗するためだということでなっちゃってる。だから根本の放射線の防護というのは何かということを全く議論したり考えないでですね、裁判のテクニックでそういう危うい一線を越えていいのかということは私は非常に危惧します。で、安全基準というのは何かというと、安全か危険かの区分けじゃないんです。社会的、経済的にみんなが我慢するかどうかっていうね、そういうものなんですよ。社会契約でしかないんです。安全か危険かじゃないんです。そこの押し問答だということをきちんと今日は弁論していただかないと、これはとんでもないことになります。今まで築いた放射線防護ね、いろんな裁判、そういうものの考え方根本からですね、この裁判の原告と弁護団がですね、崩すってことになります。それを僕は一番恐れます。それは意見書に書きました。お答えがなかったのは残念ですが、もう今更、もうあと数時間ですから、どうしようもないのかもしれませんが。いや、よろしいですけど、はい。これ私が一人で発言していいかどうかです。これは私、先ほど話したつもりなんですけども、私たちはこの放射性の危険性と我慢値であることについては当然認識してまして、我慢値をめぐる論争だということについては、弁護団の共通の認識です。そして、先ほどちょっとお話したんで、ここはあまり踏み込むとまた議論が混迷すると思ってお話しなかったんですけども、科学的な因果関係と裁判所のが認める因果関係が違うんですね。やはり先ほどちょっと簡単に触れたと思うんですけども、ですから、被告の方は
科学的な因果関係ないから裁判所も棄却せろと言ってるんですけども、私たちは科学的な因果関係と裁判所の因果関係が違うんだと、それはまさに放射線の我慢値の問題になってくるんですね。ですからね、はい、裁判所が棄却するとしたらね、あなた ICRP の根本原理を無視してますねということになるんですよ、裁判所が。つまり、ね、ICRP 何を言ってるかというと、わずかな放射線といえども安全ではないということをちゃんと言ってるんです、1960年から。それはだけど実態判断の問題なんですよ。まだそこに入ってきてないんですよ。だけど、はい、うん、しかしで、だかこういうふうな、あの対案というかね、修正を出すときには、その原則もね、一行ぐらい書いてあって叱るべきじゃないですか、訴状に。まあ、訴状というか、準備書面ですか。今は、まあ、訴状も出しちゃってますから、今、準備書面で補充しておって趣旨ですよね。はいはいはい、請求の趣旨は、ね、うん、まあ、ただ私たちの考えていることと、田島さんの考えていることとは違いないと思ってるんですよね。あの、ええ、いやいや、でも、皆さん聞いててどうですか、安全と危険の請求の諮問度だと。うん、いや、それはあの実態判断になって、実態判断というか門前払いではなくて、じゃあ何が危険で何が安全でないということを裁判所が判断したらいいかということになった時ですよね。それは何を基準にして判断するのかって、まさに裁判所に突きつける問題だと思うんです。それで放射線のその安全性ってまさに我慢値であるということについては、これはもう全てほとんどの国民というか、それは、いや、そんなことないです。いや、それはだって物の方には書いてありますから、その辺については少なくとも皆さん認識されてるじゃないですか。科学的に完全に立証されてないから、あとはその社会経済的な問題がいろんな問題を含めて我慢値として設定してるんだってこと。だからこそ我慢値はそのいろんな状態によって社会の環境の変動によって違ってきちゃうんだっていうことについては、大体あの およその認識の一致はあるんじゃないでしょうか。少なくとも弁護団としてはそういう認識なんですよ。で、現在の我慢値っていうのはあまりにも高すぎると、いくらその原発事故であったとしても、あまりにも経済優先で復興優先で我慢値が高いものに来ちゃってると、その一番の犠牲を受けているのは子どもなんだと、それがおかしいという裁判であることは間違い、そういうことを訴えている裁判であることは間違いなくて、そういうものを訴えたいと思ってやってるんですけど、非常に世間に誤解されることを僕は危惧します。それからもう一つ、請求なんか教育をしたらならないという請求の追加については、午後意見を述べます。はい。午後って今午後だ。いい。終わってから。あ、終わってから。はいはい。はい、ありがとうございます。じゃあ水戸さん、よろしいですか。私はずっとこの裁判経過見てきまして、弁護団の見解と田島さんが言ってる見解というのは基本的に私変わらないっていうか、とにかくICRP の意図であるとか、それから我慢量であるとか、その辺のことは十分認識した上で確認裁判でも起こされたと思うんですね。で、基準値を作ること自体とんでもない話である、こちら側から提供する話じゃないってことも十分弁護団は分かって、そういうことは おっしゃってきたと思うんですね。しかし裁判所とか被告側から、裁判所側からこういう理由でもってこれを満たさなければ却下するってことを言われたら、田島さんの論理を通したらもうじゃあ却下してくださいってことになっちゃうと思うんですね。だから十分自分たち線引きするのは全く不本意であるってことを書いた上で、それは趣旨をしっかり述べた上で、しかしながら私たちはとにかく本論に入りたいので、こういう本当に苦肉の策ですよね。苦肉の策でもって、こういう案でもって自分たちは本当に100歩譲ってこういう提案をするんだってことを少し私たちにも分かりやすく書いてくださればいいんじゃないかって気がするんですね。認識としてはもう本当に私たち以上に弁護団というのはずっと占領の、言ってみれば
岐阜前の占領で暮らせ、暮らしたいっていうのは私の基本的な要求の中ですから、それはずっと言ってこられたと思うんですね。ですからそれをもう本当に折り合いをつけるというか、苦肉の策でこういうのを出さざるを得ないところまで向こうのあがきだったと私は思うんですけれども、とにかく放射線占領の放射線の被害には触れたくないという、それは本当に IAEA、ICRP の本来のそれ国際原子力マフィアの一番痛いことで、そこに触れてる裁判なもんですから、向こうとしては必死になってそこで入り口でも遮断しちゃおうという、そういう意図なの。でもこちらはそれに乗るわけにはいかないので、やっぱり私はそれを皆さんに理解してもらえる表現をした上でこれを出すほかないんじゃないか。どうしても私たちは中に入りたい、子どもの人権回復したいということをやっぱり司法の場でやりたいとなれば、私はこれはやむを得ないんじゃないかという気がするんですね。だから田島さんのおっしゃることも私はこの裁判の中で含まれているというふうに理解します。ただ相手のがね、頭がいいなって感じがします。あとですね、私たち、これはこれはちょっと私の個人的な意見になってしまうかもしれませんけども、その、我慢値をどこに求めるかということに関しては、裁判所は、もし そういうような議論に乗ってくるとすると、我慢値を決めるためのいろんな要素をこう取り込んでくるわけですよね。でその場合にやっぱり裁判所が一番その考える要素というのは、やはりじゃあ放射線の危険性の危険性っていうのは科学的にどこまで立証されてるんですかっていうことになってくるものですから、その点については触れざるを得ないというところがあって、そこについてはやはり力点を置いて訴状では主張しています。でただ今回、追加した土壌汚染、セシウム134と137についての平米1万ベクレルというところは、これはクリアランスレベルと言われているものなんですが、これは本来であればその、原子炉施設で、発生したいろんな、不可燃物というか金属に放射性物質がついている場合について、それをそのまま焼却内に廃棄していいかどうかの基準で、もしそれが一定以上のベクレル数のものについてはきちっと処理しなくちゃいけないといけませんよという、そういうような基準なんですが、もしそうであればこの基準、もしこの基準が一般の生活の場所に当然入ってくれば、当然そのクリアランスレベルを超えているようなものが身の回りにあるというのは危険なことなんだから、そういうものがあるようなところでは、教育なんかしてするのは論外でしょうという形で、このそれは我慢値を明らかに超えてるでしょうという形でこの主張してるわけですね。ですからそれはその我慢、私たちが言っている我慢値がどうしてこういうとこから出てくるかっていう、そのいろんな根拠については、現在の法律が規定しているいろんなものを持ってこざるを得ないというところがあって、持ってこないこざるを得ないと持ってくる必要があるんです。ただそこにあまり深いすぎると、その放射能の危険性に関するその議論の誤りに入ってしまうぞというふうなご懸念があることについては、もちろん重々認識しているんですが、何かの取っかかりがないと、やっぱり私たちが ABC の基準を持ってきたら、根拠は何なのかという問い詰められたときに答えられないということがあるんですから、ある程度そこには入らざるを得ないというところなんですね。はい、ありがとうございました。分かったかなと思います。他に、ご質問ありますでしょうか。はい。大阪の高槻から来させてもらいました。どうしようと思います。ちょっと議論の経過は私があまり深く分からないんですけども、前に聞いてたところではクリアランスのあれですか、これについてね、6500という数値を聞いてたんですけど、今回1万になってるんですけど、その辺のその判断の基準が変わったのか、それはこれは、ね、あくまで6500で使用してるんですが、現在国が測定したデータがですね、1万ベクレルが
最低基準になっているんですね。それはそれ以下の地図がないんですね。それでしょうがないので、地図で特定できるのは1万ベクレルだということで、今回請求をしているんですね。あくまでもクリアランスレベルではおっしゃる通りセシウム134でしたのは6500なんですよね。だから書面ではそういうこと書いてあります。そうなんだけども、地図上特定できるのは1万なのでやむを得ず1万で、今回、基準を設けてますということで、書いておきます。西日本事務局の後藤と申します。ちょっと一番最初の1番の、はい、子どもたちは中3まで国の教育を受けなければならない義務と権利があるがというふうになってるんですけど、それは根拠っていうのは教育基本法の義務教育ということで、そうなると私はオルタナティブ教育に関わってる方なんで、国民はその内容っていうのは、国民はその保護する子女に9年の普通教育を受けさせる義務を負うっていう形なので、子どもたちがその義務があるっていうのはオルタナティブな教育を進める立場ではそれは違うんだっていうこと、まあもっと前の大日本国の憲法の時にはそういう国民がそれを受ける義務があるっていうことだったけれど、今の中では子どもが権利があるっていう、で大人の側にというか国っていうか私たちの側にその子に合った教育を受けさせる義務があるっていう、で子どもがそこに合わなければそれは義務ではないっていうふうなことを言ってますので、で特に今政権の方は安倍政権というのはオルタナティブ教育を認めていこうという方向にあって、その部分に関しては歓迎してるんですけど、この辺は国が無理やり教育するのだからっていう論法だと、まあ、そういう、いやそういうことはないんだっていうふうになるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね。その無理やり教育すること自体が人権を子どもの人権を認めていないということになるんじゃないのかなっていうふうになって、そういう子どもに義務があるっていうことを使わないで、ただその子どもに普通教育を受けさせるっていうちゃんとした、まあ、良いその子に合った教育を受けさせる、その義務の中だけで十分安全な場所で教育は当然子どもに受けさせるっていうのは言えるんじゃないのかなと思ったりするんです。だからちょっと、まあ、その辺が気になったというところで、意見を求めた大学の先生の書かれていることをちょっとこう分かりやすくまとめたんですけども、その大学の先生の意見としては、やっぱり義務教育ということを義務教育ですから、今回も子ども人権裁判の原告は中学生まで限っているんですけども、もちろん権利という側面は強いんですけども、国の方では中学3年生まではとにかく勉強しなさいよっていうようなことを求めてるんだから、そういうふうな求める以上安全な場所を提供するのは当然のことでしょうっていうことをもうちょっと一応お書きはいただいたお書きになってるんですね。まあ、その辺今確かに言われた通り今果たしてそういう形で不登校の問題の組み合わせがあって、いろんな自由に教育を受ける権利という側面が強調されているものですから、そこを確かに言われるとあんまり義務教育ということを出して安全な教育ということを主張するのはちょっとそこがないのかもしれません。子どもの側にその義務があるという表現だけをなくてもいいんじゃないのかなと思うんです。国がそれを実質子どもたちに当然選択肢他に用意してないで公教育を用意してるわけだから、実質的にはある意味義務という形になってしまっているっていうのがあって、でそれは公教育として安全な場所で子どもに教育を用意するっていうのは当たり前のことだと思うんで、
まあ、これは要約して書いておられるということで、実際には違うのであれば私の言わせ方としては間違ってますね。だから、あの子供にその義務があるっていう形で子供の権利を奪ってるっていう状況が、あのずっと一般的にあると思うんで、まあ、それがあの実際裁判の中で戦われるのでなければあのいいんですけど、横山意見書、あ、その、はい、お書き大学の大門先生のところ一つ、ちょっと正確にお読みします。私の言わせが間違ってるので、すいません。あの横田先生もあの子供に教育を受ける義務があるとは書いておられます。お母さんの要約の仕方があの適当ではなかったのかなと思います。あくまで子供には学習権があるんです。子供に義務はありません。途中からちょっと分かる。ここで、国、地方、公共団体の保障責任、これ保障責任というのは教育を実施する義務のことを言っているんですが、そういう保障責任に立ち返ると、義務教育の機会の保障、義務教育の機会の保障には、安全な環境での義務教育の機会の保障は当然に含まれるということで、義務教育の機会を子どもに保障しなくちゃいけないということなんですね。で、そしてそういうような保障、そういうような義務教育の機会の保障には当然安全な環境での義務教育の機会の保障ということが、まあ、当然の前提になるということを言ってまして、言われてまして、子どもの生命身体の安全があってこその教育を受ける権利であり、また子どもおよび保護者に義務教育を拒否する選択肢がない、ちょっとこの気なんですが、子どもおよび保護者に義務教育を拒否する選択肢がない以上、教育基本法5条3項における国および地方公共団体の保障責任は、安全な環境での、義務教育の機会の保障を当然に含意というのは意味を含むですね、含意するものであるということなんですね。で、私はここであの、子どもおよび保護者には義務教育を拒否する選択肢がないという言葉があったのですが、それでこういう予約しているんですが、まあ、これが横田先生が言っておられるのはですね、横田先生が言っておられるのはあの、義務教育って子ども退学にできない、どんな子どもであっても子どもには、国には子どもを教育する義務教育を受けさせる義務がある。だからそれの、まあ、反射的な効果として、今何て言われるかな、拒否する選択肢がないという表現も使われたんじゃないかなとは思うんですが、法律上の義務としてその子どもの方に教育を受ける義務があるという、そこまで言っておられるわけではないし、そういう考え方は教育学者の間ではないとは思うので、まあ、確かにちょっとね、ちょっと紛らわしい言い方ではありますね。はいはい、その内容でしたら全然問題私は感じません。私の言い方が間違って書き方ですが、横田先生の意見書は分かりやすく書いていただいているので、すでに裁判所に、すでに前回裁判所に提出したので、先生のご了解いただければこの裁判のホームページにもアップしたいと思います。枚数としてもそんなに多くないのですから、別紙の3行でお見せしたんですが、そのでこれがその内全部になるんですが、地図、これがワンセットです。で、地図だけですね。はい、ツーセットありますので、まあ、手元で見ていただいているということですが、とにかく特定の点についてイチャモンつけてきたもんですから、もうイチャモンつけられないだけ詳細なものにしてやろうと思って、これで一部です。で、9部作ってですね、コピー代だけで6万3000円かかりましたので、これ1冊で7000円かかってます。
本当はもっと作ってですね、あのいろんな方にあのお配りできればいいんですけれども、さすがに1冊7000円だとそうはいかないので、今ここに2冊2セットありますので、あのよろしければ見てください。あのちょっと、この地図を作成してくださった、依頼したのはあの、弁護団に入ってないんですけども、村上という東京の弁護士で、元はあの、エンジニアだったものですから、こういう分野、これ非常に得意なものですから、かなり、ほとんど他の仕事を投げ打って精力的に作っていただいたので、まあ、あの村上という弁護士なんですが、一応あのお名前だけご披露しておきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました、皆さんからも活発な意見ありがとうございました、これよりだいたいそうですね、ちょっと早めにプログラムが進んでおりますので、1時15分ぐらいまで、支援団あ休憩に入りたいと思います、途中で、弁護士の先生方が到着されましたので、恐れ入ります。ご起立いただけますか。実は今日初めてこの裁判の集まりにおいでになられた方たちが多いので、ご紹介したいと思います。先生方すみません、合わせて自己紹介もしていただけると助かります。お集まりいただきましてありがとうございます。今日一日よろしくお願いいたします。私が上弁護団長を務めさせていただいております井戸健一と申します。滋賀弁護士会です。それから、今日ずっと午前中ご説明いただいてた、一人ずつ自己紹介しましょうか。高善弁護士。東京の弁護士の高善と申します。よろしくお願いします。今日はあのちょっと拙い説明で申し上げなかったんですけども、今回の署名を作るにあたってはですね、いろんな方にご協力を、本当ボランティアでご協力いただいてまして、先ほど言ったあのデータを地図に落とす作業では、村上という東京のまだ弁護士になって2年目の弁護士さんに、手伝っていただきました。彼がいなかったらちょっととてもこれできなかったと思うんですが、このデータの整理については、亡くなられたあの金沢星稜大学の澤野先生がずっとご協力いただいてたんですが、亡くなられましたので、そのお弟子の若い、先生方と、それから、巨大の原子力実験所を最近退官されました今中先生に、あのこのデータ解析についてはお世話になっておりました。なぜ6500じゃなくて1万メグルかっていうことについては、あの、データがなかったからしょうがないです。ということですね。あの訴状にはあくまでも6500だということが書いてあります。事務所こんにちは、弁護団の柳原と申します。埼玉県川越から来ました。2011年の9月から、この子どもの避難の裁判をやっています。であのこの、今の裁判は新しい若い弁護団から参加して、あるいはあのさっき言いました村上さんというこの今回の汚染地図を作るので、本当にあのこれができるかできないかで、この裁判の行方が今門前払いが大きく左右される、その一番大事な要の部分の作業を献身的にやってくださった方、そういった協力がありまして、今日は資料署名を提出していただきました。で、本当にあのたくさんの方の見えない影の努力のおかげで、作業を進めることを改めて皆さんと一緒に確認させていただいて、この
では特に今後も続けていただきます。よろしくお願いします。大阪弁護士会の西郷弁護士と申します。よろしくお願いします。まあ、震災の時は私は仙台にいたんですけども、仙台で一緒にいましてですね、仙台にいた時も随分その喉が痛かったので、で風邪かなーなんて言いながら風邪じゃないんだけど喉がヒリヒリしたことがあって、なんか酸っぱいような、なんか金属を舐めてるような、その経験なさったんでしょうかね。向こうの方にも随分行ってますよね。ただ向こうの知事、県警の知事は最後まで公式に測定したことは出さなかったんですけど、官府表みたいなところは出せなかったんですけども、東部大学の測定士とかいろんなところの測定士とか見てました。見た場合はあるんですよ。その時ずっと喉が痛くて、私のお客さんも韓国から韓国語で辛いっていう、メッタって言うんですけど、メッタって、辛いって、なんでこう空気が辛いんだなんて盛んに言ってたのを覚えてます、その頃。ですから、まあ、その中でね、お子さんたち、こちらで、そういうね、いろんな失敗だと。まあ、そういうことで私も一応先生方のお手伝いということで入らせてもらいました。よろしくお願いします。東京の弁護士の古川と申します。よろしくお願いします。本当に裁判というのは我々こんなところで教育しないでくれと、早くね子どもたちが被爆しないところに教育できるようにしてくれというふうに訴えていても、分かりにくいというか、請求が特定しているとか特定してないとかね、重箱の隅を針でつくようなことばかりで、だんだん話が分かりにくくなってくると思うんです。で、まあ、本当にそういう、なんていうか、本当にもうおかしな、早く肝心のことについて言ってくれよというふうに思うんですけれども、まあ、そこを一つ一つクリアしながらいきたいなと。午前中のレクチャーでも出てたと思いますけれども、まあ、福島県なんかも、皆さんにその放射線の情報を提供すると、それは義務じゃないよと、指針に過ぎないよと、そんな義務はないんだよみたいなことを平気で言うわけですよね。で、今日もタクシーに乗ってきたら、ちょうどタクシーでラジオがかかってて、その福島第一がメルトダウンしたっていうのは、もうその時分かってたんだけれども、しばらく言わなかったと。なんで分かってたのに言わなかったと。誰も気づかなかったなんてことを平気で言ってるわけですよね。で、そしたら運転手さんがね、これはどうもなんねえなーみたいなことを言ってきて、まあ、本当にそういう社会なんですけれども、一つ一つクリアしてきちんとした裁判をさせたいというふうに思っています。以上です。まだついてませんが、今日は、京都弁護士会の田辺弁護士と大阪弁護士会の白倉弁護士もおそらく裁判所に直行すると思います。田辺弁護士は京都の自主避難者の集団訴訟の事務局長をしています。それから白倉弁護士は大阪で大阪地裁に起こしている関西訴訟
同じ人種避難者の集団訴訟ですけども、それの事務局長をしている弁護士です。その2人が後から来ると思いますのでよろしくお願いします。それから一言だけ申し上げるとですね、とにかく我々が知恵を絞ってなんとかその、イチャモンがつけられないというか、その門前払い却下を避けるための請求の組み立てをしました。で、たくさんの請求があるので、いくつかはひょっとしたら却下されるかもしれないけども、少なくとも全部却下することはできないだろうというふうに思っています。で、今日裁判所がどういう対応に出るかですけれども、全部却下できないと思えば、もう判決という話はなくなると思います。それが一つの選択肢。それから、この子ども人権裁判だけ、判決、とりあえず判決するという選択肢があります。で、判決するとなると、次回判決になるんですが、その時にどういう判決になるかというのはまた3つの選択肢がありますね。一つは全て適法だと、門前払い却下できないという内容の判決になる場合、それから一つは、全て、これは不適法だと、全部門前払い却下だという判決になる場合、それから3つ目として一部は不適法だけれども一部は適法だと、一部だけ門前払い却下する。例えば、一番その理屈の上で危ういと思っているのはその追加実行線量 0.3 ミリシーベルトという基準なんですが、それはそのいろんな測定方法とかいろんな問題があるから、それは特定してないから、却下すると。だけどそれ以外の請求は特定してるから、これから実態審に入るとかですね、そういう決定になる場合もあります。だから抽象的には4通りの可能性があります、ね、で今日の段階では2通り、子ども人権裁判の弁論を終結して次回判決になるか、もう終結しないでこのまま実態審理に入るかで、そういう可能性があって、それどれが一番可能性があるかというのは分かりませんけれども、ただ少なくとも全て却下はされないだけの、理屈を考えて請求は立てたつもりですので、今日ぜひ傍聴席からですね、裁判所の姿勢、腹の中で何を考えているかとか、そういうことを考えながら厳しく、見て、応援の支援のエールを弁護団席、原告席の方に送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。運動に取り組んでいただいてありがとうございました。前回期日からしばらくちょっと集まりが悪かったんですが、この期日直前になっても大量に私の事務所に送られてきまして、最終的には今回集まった署名が6755筆で、累計で2万4214筆というふうになっています。で、署名は向こうのテーブルに並べましたので、またご覧ください。単に名前書いてるだけじゃなくて、一言、いろんな思いを書いていただいている署名もたくさんあります。それからおそらくはがきはどのくらいだった、はい、今日先ほど発表しました。あ、そうです。はい、最初に冒頭にはがきの枚数も皆さんにお知らせしたんですけれども、今回は第3次ということで30枚集まりました。そしてこれまで1560枚のはがきが裁判所に寄せられています。皆さん のご協力本当に感謝いたします。それから先ほどの署名なんですけれども、ネットの署名も行いました。先ほど申し上げた6755のうちネットは890という数に上がりました。皆さんのご協力ありがとうございました。では休憩に入ります。最初さ、こんなに書いてくださって、あ、すごい嬉しいですね。言葉があるすごいメッセージ好きだ、嬉しいね。こういう形になってくるんですよね、ネット署名って。これ直接ゴミ箱入れちゃう人もいるし、ね、だから書いたものってはそうなんですよ。ね、そこに出る裁判官もいるの、よく人によるって言ってましたよ。失礼な話で、支援団の報告に入る前に一つ傍聴券のことでお話をいたします。傍聴券のお話をいたします。
傍聴券の席は、井戸先生45席でしたっけか、傍聴ご存知でしたか、正確、はい、だいたい45席ぐらいなんですね、限られております。そして今日は大変嬉しいことに各地からたくさんの方が集まってくださっています。で、傍聴券なんですが全員一度お並びください。そして当たった方は自分は入りたいということがあれば、持っていていただきたいのですが、実は配慮したいところがあります。それはまず、原告席に入れない原告の皆さんは必ず裁判の法廷に、傍聴席の方に入っていただきたいので、その方をまず第一に優先いたします。それからフリーのメディアの皆さんもぜひ報道していただくために、その方たちに傍聴券をお譲りしたいと思います。で、3番目になんですが、これまで、まだこの裁判に来たことがない、今日初めておいでになった方、または何回もおいでくださっていますけれども、これまで遠慮しておられて法廷の中に入られてない方たちがいらっしゃいますので、その方たちも優先に入っていただきたいなというふうに思っています。ですから一度皆さんお並びいただいて、当たって誰かに譲ってもいいわよということが思いがある方は、私のところまでその当たった券をお持ちいただきたいと思います。でもその時に必ず、一度その当たった券を本当の本券っていうんですかね、本当の券に変えて持ってきていただきたいんですね。よろしくお願いします。もう一回説明します。優先的に入るのは原告さんです。その次はジャーナリストの皆さん、それからその3番目は今回初めて裁判にお出かけくださった方、またはこれまで何度もお出かけくださっていながら法廷の中に入っておられなかった方たちに優先的に入っていただきたいと思います。おそらく嬉しいことに全員入るのが難しい人数になっているかと思っていますので、そこら辺譲り合いをしながら裁判に臨みたいと思います。よろしくご協力ください。では、支援団の報告の方に参ります。冒頭なのですけれども、私の方からちょっとだけインフォメーションというか皆さんにご報告をさせてください。それは、私たちの会に寄せられるカンパのことです。たくさんの方たちがカンパを送ってくださっているのですが、会津若松の酒井京子さんがその領収書の発送発行に当たっています。これまで約350通の領収書を発行してまいりました。そして、その金額というのは本当に1000円から、何万円というものまで様々なんですけれども、何回も繰り返し送金してくださる方がいらっしゃいます。おそらくこの350通の中の 90% は2回3回多い方は7回、本当にわずかですけれども、ぜひ役立ててくださいということでお送りくださっています。そのように私たちの解放が発行されて、それが手元に届くたびに、または公判がありますというご案内を何らかの形で知ったたびに、ぜひ、自分のカンパを役立ててくださいということで送られてきました。本当に心から感謝したいと思います。その時にいくつものコメントがあるのですけれども、それはまた解放などに、またはブログなどに掲載しながら皆さんの思いを一緒に分かち合いたいと思います。で、そのようなカンパを集めるにあたっては、やはりそれぞれの支援団が動いているということが大きいんです。各地で声をかけてくださって、そのことによって具体的にそのカンパが寄せられてきています。ですから今日本当にわずかな時間なんですけれども、4つの支援団体の方にお話ししていただきたいと思います。時間が限られておりますので、非常に申し訳ないんですが、数分ずつぐらいになるかと思いますけれども、
そのお話を皆さんで聞きたいと思います。それでもしも時間がオーバーしてしまった場合には、途中原告団と弁護団の皆さんには先に地裁に移動していただいて、追っかけて、で私たちは35分に移動ですよね、はい、35分に移動になりますので、私たちは一通りここでのその支援団の報告をコンパクトにして、あとした後に、地裁前に行って、集会をしたいと思います。皆さんこんにちは。今日は本当にいい天気になりまして、本当に、暖かくて、いい日にこの裁判が行われて本当に良かったと思います。私は東日本の元代表で、今は事務局をやっています。代表を辞めたのは鹿児島の方で住民票を移動しようと思ってて、今年の7月に鹿児島県知事選挙があるんですが、今伊藤祐一の知事はちょっと白いものですから、三原義孝さんという方が今はまだ立候補を証明していないんですが、立候補した場合、そういう人に一票入れようと思って、鹿児島の方で住民票を移動しようと思って、そうすると東日本の代表としてちょっとおかしいので、東日本代表を黒岩さんにお願いしました。よろしくお願いします。そういうことで、代表を引き継いだ黒岩ですけれども、私は亀戸に住んでます。亀戸っていうとどういうことを皆さん感じられるかちょっと分かりませんけれど、今から90数年前、亀戸事件という事件がありまして、ここで要するに、まあ、その辺りでですね、労働運動をしてた人たちが14名ほど亀戸警察署で虐殺されるという、ことがありました。で、当然その周りに住んでた朝鮮人、中国人というのがもう本当にうつ高く積まれるほど虐殺されまして、そういう事件が亀戸事件として90年前にあった。そういうことがありまして、まあそういうことをちょっと調べてたということがあります。で、ある時に、まあ、沖縄の先生がやった時に、そういえば我々の、まあ、原点には、まあ、90年前にそういう亀戸事件があって、大杉に境の、虐殺があったんですよっていう話をした時に、まあ、沖縄の先生が言われた時、何を言ってるかと、90年じゃないんだ、沖縄は140年前に琉球処分っていうことを行われて、もう切り離されるというか、日本に虐げられる、そういう歴史があるんだよと。で、まあ、その話に今引っ掛けて言おうとしているのは何かと言いますと、今福島が琉球処分と同じように福島処分を、行われてしまうという瀬戸際に立っているのではないか。このおそらく裁判闘争も含めて沖縄の福島の方たちがこれから戦っていかなければいけない運動というのは、おそらく100年も200年もかかる戦いになるだろうと。そういう運動をどういうふうに皆さんに継続していくか、そういうことを考えながらこの運動をしていきたいなというふうに思っています。以上です。ありがとうございます。では続いて西日本をお願いいたします。では里芋の会お願いいたします。田島と申します。里芋の会と名付けましたが、ほとんどそんな集会もやりませんし、デモもやりませんし、演説もしないということで始めました。道しべりという会報を送っていただいて、それを、30人弱の方に送って、そこにカンパ用紙を入れてお送りしているという、まあ元々には最近の号をお持ちだと思いますが、その程度です。だからこんなマイクを持つような立場じゃないんですが、私は この裁判が与那主運動だってことを叫ばれますが、与那主運動だって叫ぶ必要はないと思ってます。福島の原告さん、また東京や関西にもいらっしゃいますが、親子がですね、この裁判に自分たちの求めることを素直に裁判に反映できるかどうかが
一番の勝ち負けだと思いますので、そのためのささやかな資金を集めたいという趣旨です。まだかなっていません。よろしくお願いいたします。被爆実現ネットさんです。皆様お疲れ様でございます。今日はバスであまり集まりませんでしたが、16名で新宿7時半集合でこちらに参りました。ここに来る前に6人ほどは途中下車で福島駅で降りて、チラシをこちら の, リフレット、子どもたち被爆裁判のリフレットを任せてもらいました。それからその他の方たちは直接こちらに来て早めについて参加させていただいてます。私たちはこの子ども脱被爆裁判、失礼します、子ども脱被爆裁判の会が昨年の2月に発足してしましたので、私たちこの元の名前は福島集団疎開裁判の会といいますが、裁判だけではなく広く被爆に反対する運動を行い、脱被爆の実現を目指すために、昨年の8月に脱被爆実現ネットと改名いたしました。それでもちろんもともとこの子どもの脱被爆裁判を支援してますし、支援する気持ちには変わりません。それでいろんな考えの方がいらっしゃると思いますが、この裁判だけに復帰してやってくださる方、支える会を作っていただいて、本当に私たちも嬉しく他のこともできるということで嬉しく思っております。目的は一つですから、考え方それぞれですので、お互いに助け合いながらこの裁判を支えていきたいと思います。今やってることはですね、今度3月近々ですと2月27日は、柳弁護士が子どもたち被爆裁判 の, 説明を赤羽で行います。それと3月5日には、私たちの脱被爆実現ネットは福島も関東も危ない、放射能から子どもを守ろうと、こういうデモを3月5日に新宿デモを行います。もしあちらから の東京方面の方で来ていらっしゃる方はぜひ参加していただいて、本当に子どもだけではないです。皆さんも本当に私たちは関東ですから、福島だけじゃなくて危ないよというデモをつながるために、皆さんといろいろつながるためにそういうデモを行います。それからもう一点だけ、普通こういうチラシを作りまして、甲状腺が166名になってしまいましたが、その甲状腺がそういう情報を全部載せて、数ヶ月ごとにその情報、甲状腺がんが増えるたびに悲しいことですが、チラシを書き換えて、渋谷、今は渋谷八甲前で毎週1時間ぐらいプロジェクターで画面を福島の状態とか出したりして、この挑戦をしております。あと、今回のこのバスツアーのこととかデモのことも、先日の2、3日前は霞ヶ関で集会がありましたけど、辺野古の集会6000枚巻きました。こちらのリフレットも一緒に投付して、いつもボランティアたち、私たちは事務局も何もなくてみんなボランティアの集まりなもんですから、何時に集まって、そういう時時には2時間ぐらいいつも毎週会議して、それで次は何やるかということで、事務局長も何も言いませんし、全部本当に私たちの、この4年間5年間やってきた会頭で集めさせていただいた幹部や中で、今日もバスをちょっと支援金を出させていただいて参りましたので、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。メンバーです。事務局長の後藤さんから活動報告をしたいと思います。今日は4人西日本の方から参りました。私は事務局長ということで、水戸さんから白浜山
じゃないですけど、もちろん私自身も一番2011年から本当に子どもたちのことが気になって、まあ、保養をしたり、その中で厚美さんは一緒に保養に迎えてた福島の方です。でこちらの方に変わってこられたんですけど、そんな活動の中からこの裁判っていうものにぜひ支援というか、私の代わりに本当に声を上げてくださっているというふうに、原告の方々の声をもう本当にこう大きく大きく広めていきたいという思いで関わらせていただいてます。なんかもう311以降、自分の中の何かこう悲しみとか怒りとか、なんかすごい深い部分がもういつもいつもこう揺れ動いてるっていうか、本当に涙の出ない日がないというような状況、私はこれはみんなで共有していきたいなと思うんです。すごく表面的に生きてきたなというふうに思うんですね。そうじゃなくって、この深いところでみんながつながり直す、その声を上げてくれている、怒っていいんだよ、泣いていいんだよっていう伊藤弁護士のお言葉で、私はすごく日本中の声がつながっていけばいいな、その本当にこうとても大変な中でそれを挙げてくださった原告の方々に、この裁判は日本中がつながっていくものだというふうに感じています。たくさんの西日本の方々がそれを知って、はっとこう自分のそれを受け止めてくれる方がたくさんあります。今、412名の方がつながってくださっています。これからももちろん本当にたくさんの人に目覚めていただくために、私たちは強く動いていく覚悟でおります。どうしましょう。水戸さんはそちらの方のお話はぜひ。一つご報告とお礼を申し上げたいんですけれども、つながりを後藤さんが一生懸命作ってくださってます。で実は去年の10月に応援カレンダー、子ども裁判応援カレンダーっていうのを地元で立ち上げまして、それが最初に1500部だったのをずっと増刷増刷で注文でいつも品切り状態で、最終的に5000人の方が買ってくださったんですね。で今も5000人のお家にこうかけられていると思うと本当に心が温まる思いがします。で私たちは支援で本当に福島から離れています。で私たちができることっていうのは本当にそんなささやかなことかなっていうふうに思うんですけれども、それで、決済がやっとできまして、250万円が、支える会に完璧しておすすめありがとうございました。本当に皆さんのおかげです。みんなが取り組んでくださって、東日本も実現ネットも福島 の片岡さんのグループも、本当に皆さんの力を合わせるとこんな力ことができるんだなっていう思いです。それから今西日本ではお話し会、出前お話し会ってやってまして、小さいグループのところに行って子ども裁判のことを訴えるってことをご当社の提案で始まりました。もう多分そのうちに首が回らなくなるんじゃないかと思いますけれども、今私が言ったのは4つばかりですね。これから多分首が回らなくなったらまたみんなでスタッフを作りましょうって言ってるんですけれども、そんな状態です。とにかく裁判が軌道にならないことには応援のしようもないわけで、ぜひ今弁護士さんお出かけになりますけども、皆さん拍手でぜひ送り出していただきたいと思います。ぜひ頑張っていってください。よろしくお願いします。私は支える会西日本高槻の土師といいます。今日初めて来させていただいて、まあ、非常に高槻とね
福島の距離の遠さも感じましたし、ある意味でこう気持ちがね、やっぱり大阪には伝わってないなということも、そういう距離の心の遠さをね、やっぱり現実感として、現実の問題として感じざるを得ないなという感じをしました。でちょっとあの、まあ、今日先ほど MC の方もさお話あったんですけども、今日の新聞見ましてね、福島第一のメルトダウンについて、もうすぐにもメルトダウンって分かってたのに、しかもその社内のマニュアルではそれを発表せないかっていう状況やったのに、2ヶ月間ね、それを秘密にしてきたと。でそういう秘密体質ですね、要するに情報を知らせないと。それが例えばスピーディーの公表をしなかった、そういうことも含めて、あの福島の今の多くの方のね被爆という状況を生んでるということも明らかなんですね。それはこの裁判、この裁判を通じてそうした東電の無責任体質、国や県の無責任な体質、それをやっぱり、突き詰めていかないかということで、この裁判を参加させてもらっています。でやっぱり福島の問題は、あの大阪からかなり遠いというかありますけども、やっぱり福島だけの問題ではないと、やっぱり我々自身の問題だということも最近つくづく思ってます。というのは、あの関電が最近高浜原発の3号機の再稼働をやりました。で4号機が明日再稼働をやるということ で、しかも1号2号の40年を超えた老朽原発の住み止めていこうという動きも出てきています。そういうことから言いますと、あの非常に国の姿勢というのが、 あくまで、原発を国民の理解もなしに進めていこうという姿勢が明らかです。で先日 も私も高浜と現地に行って20日ですね、行ってきたんですけども、その日に4号機が汚染水漏れをしているとか、それから1号機2号機は40年超えで、電気ケーブルが要するに防火が設備が不十分だというような状況からしても、そういう高浜原発のその老朽化した原発がまさにポンコツ原発であって、地震がなかったとですね、もう事故の可能性は十分あるということも感じます。でもし、高浜事故が起きれば、我々私たち大阪も京都も神戸も非常に近く、まあ、60キロか80キロぐらいの距離しかありません。そういうことからすれば、直接被害を受けることが当然予想されますし、何にもして琵琶湖は高浜原発からもすぐ近くということで、琵琶湖が汚染されるのはほぼ確実なことですね。琵琶湖はご存知かもしれませんが、関西の1400万人の水源になっています。そこが汚染されれば我々の生活自身が成り立てないということが予想されます。そういうことから言えばですね、私たちは福島県で今被爆された方の苦境というんですか、それはやっぱり人が捨てられないということは改めて感じますし、そういう思いからやっぱり我々の地元でも頑張っていきますし、傍聴にもこれからもどんどん参加していきたいと思います。よろしくお願いします。会見をやってくださってる福島から避難してきてらっしゃる、ご挨拶させてください。2年半前に、兵庫県の方に避難いたしました厚木と申します。会見の方をお手伝いさせていただいております。事故から2年半は福島県内でなるべく子どもを被爆させないようにと思いながら、防御しつつ生活してました。それでもやっぱり娘の体調はずっと悪くて、夏休み冬休みなど長い休みの時はこちらの後藤さんの方に保養でお世話になってたんですけども、やはりちょっと体調が優れない、それが一番の避難の決断でした。決断するまでには本当にたくさんの葛藤があって、今でも避難した今でも
日々大変なことがたくさんあります。とどまることも大変ですし、避難しても大変です。それでもやっぱり子どもの命を健康を守りたいというその一心で避難を決断しました。本来なら国が避難させるべきところ、それもなしに今もこうして普通の暮らしをさせられていると思うと、とても胸が苦しくなります。こうやって帰省してくると、こう周りから聞こえてくる訛りとかすごく懐かしくてほっとするんですけども、こののどかな景色も汚染されてるのかなと思うと、とても心が苦しくなります。たくさんの方がこうして傍聴に来られることによって、裁判長もあこれだけ注目されてるんだなと思って、しっかりした判断をしなきゃいけないと思うことになると思うので、ぜひ皆さんもお忙しいかと思いますが、時間が許す限り傍聴に来て原告の方を応援していただけたらなと思います。私は原告ではないんですけども、兵庫県の方での集団訴訟の兵庫訴訟の方の原告になっております。やはり避難する権利、とどまる権利、帰還する権利、それをしっかり認めてもらいたいなと思っております。どうぞ皆さんもこれからもご協力よろしくお願いいたします。以上です。今胸に迫る思いを話してくださったんですけれども、彼女の娘の愛ちゃんというのが高校生なんですね。で、私は大学に呼ばれて話すと、彼女が一緒に来てくれて、もう彼女は泣かないで堂々と訴えるんですね。もう不登校で自分のフリースクールに今通っていて、こんなに自分たちは元気でやってる福島のものはやっぱり食べちゃいけないんだってことをみんなの大学生の前に堂々と話をしてくれて、本当に立派な娘さんに育ってます。お母さんのきっと支えになってると思いますので、皆さん応援してあげてください。ありがとうございました。ありがとうございました。カンパを寄せてくださる、支えてくださる方たちは、国内だけではなくて海外からも寄せられております。私は会津若松で会津放射能情報センターというのを立ち上げて活動しているんですが、そのつながりの中でアメリカのある人権団体がこの裁判のためにということで、協賛金を寄せてくださっています。それで4月の頭にその集まり、その方たちの総会があるものですから、私アメリカに行ってこの活動の話を、この裁判の話をしてくることになっています。そのように国内外の広がりがあることをどうぞ覚えてください。皆さんのお支え本当にありがとうございます。少しだけ時間をいただきまして、南相馬20ミリ撤回訴訟の小沢と申します。いつもお世話になっています。昨日徳屋さん行ってですね、髪の毛切ってきたんですけど、実は、前回前々回、この髪の毛測ってですね、最初の時は14ベクレル、まあ、キログラムですね。で2回目は床屋さん行って、その場で洗ってですね、で、それでカットしてもらったら4ベクレルで、20代30、40、50、60代の、女性の方、だいたいパーマ屋さん行くとき先に頭洗ってから行くんですけど、やっぱり4ベクレルしかない。で、私も頭洗ったら同じぐらいだったんですけども、でもその洗ってもね、出るということは食べ物から内部被爆してるのか、それともどうなのかと、すごくね、真剣に考えちゃうところなんですけども、福島市の人は出ないと、南相馬市の人だけ出てると、これが怖いですね。本当に環境はすごく汚染されているというふうに思っています。で、せっかく時間いただいて大変申し訳ないんですけども、今日いらっしゃっている、マレゴの和田秀子さん、彼女は昨年暮れからですね、なんか狂ったように、ごめんなさい、ね、
福島県内の小中学校のですね、土を取って歩いてました。で、元日だけ休んで、正月休みなしでね、本当一生懸命やってくださって、で、ほとんど私のとこ届くんですね。あの、私が測らないもんですから、まだ記事になってみたい、なってないみたいな、まあ、測り終わったんですけどもね。で、福島県内の小中学校、もう会津から中通りから浜通り、結構くまなく、出してます。で、数字はちょっとはっきり言えないんですけど、これから調整地震に乗ると思うんですけども、放射線管理区域基準といわれる1平方メートル4万ベクレルを超える学校がですね、8割あります。約8割で、あとは除染したから低かったのかもしれません。で、ほとんどはほら、当然学校の中は掘らないで、学校の敷地境界ですね、フェンス際とかそういったところを取ってらっしゃったんだと思う。私はあんまり取ってなかったから分かんない、測る方なんですけども、この8割という数字がすごい数値であると。で、それもセシウム137だけの数値なんですね。134も加えるともっと高いわけです、実際は。で、本当にびっくりしたんですけども、こういうところで5年間ですね、屋外活動、体育の授業とかね、して、それから部活をやって、5年間過ごしてきた子どもたちがいるのかと思ったら、本当に情けなくなりました。もう一刻も早くね、今でも皆さんにお知らせしたいぐらいの気持ちなんですけど、和田さんも多分その気持ちでいると思います。女性自身に間もなく乗りますから、ぜひ楽しみって言ったら大変失礼なんですけども、これは真摯に受け止めてですね、皆さん拡散していただきたいと思います。で、チェルノブイリの強制移住の区域っていうのはですね、1平方メートル55万5千ベクレルなんですね。これを超えればもう強制移住というところです。で、これに該当する学校が結構あるんですよ。それから18万5千ベクレル以上が、移住の権利を有するという地域ですけど、これもほとんどの学校です。ほとんどと言いますか、半分以上ですね。で、本当に情けないことなんですけども、ぜひ記事が出ましたらですね、皆さんよく理解されてですね、お仲間にぜひ教えていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、この場所から皆さんと一緒に地裁の方に向かいたいと思います。